すごい、ほんとすごい。俺だったらかっこいいとかやったら出てこれないもん。どんな道しようかです。じゃあ、お兄さん、すみません。そのカバンとマフラーだけちょっと預けていただいてもよろしいですか。ありがとうございます。もしよかったら上に行って、ほんとすみません。俺こういう格好でやってるんで、なるべくおしゃれな人はおしゃれっぽくない感じがね。ありがとうございます。お兄さん、ここにさ、こっちを向いて、気をつけ。おぉ、なんか、モノトーン。ありがとうございます。お兄さん、右手をまっすぐ前に伸ばして。ありがとうございます。ここにオレンジ色のテープがあります。この人しっかりグーで握って。で、これより上は危ないです。触らないように注意して。皆さん、今からやることを説明します。3本つきます。火がついた兄さんが僕に向かって松明を投げます。それを僕が空中でキャッチして音出ましたと一緒。思ったより微妙な反応。もっとすごくします。3本に火がついても2本があっちに向かって飛んでいきます。あっちだったんですよ。これすごいっしょ。人が撮って怖いね。それはお兄さん、彼女が写真撮ろうとしてるから、せっかくだから一緒に撮ろう。あ、彼女、奥さん、彼女せっかくだから一緒に撮ろう。せっかくの気遣いいいですか。投げ方の説明するんで、よきにポッピンと伸ばして、でここは伸ばした状態、ここは90度、これが基本でございます。この形絶対変えないで、このまま肩だけ動かして手を下げて、ここからふわっと上げると綺麗に投げられます。ただこれ本当に難しいんで、火をつける前に1回だけ投げる練習をしましょうで、僕のここに向かってお願いします。下からふわっと、ただ僕のプロです。多少ずれても必ずキャッチします。ただ一つだけ、僕の手が届かない高さ、ここだけはどうしようもないです。考えてください。後ろ見てください。子供たちには見られます。子供たちには未来があるんです。間違ってもこっちに投げないのに、万が一こっちに投げるときは未来のなさそうな人を狙ってください。僕の目は4人います。じゃあ行きましょう。僕の右手に1回だけ投げるように下から端くふわっとここに向かって、どうぞお願いします。レンズを出しますので。俺の話を聞き、よろしくお願いします。原作を出してる人、今決めたら全部大きな拍手。もしうまくいかなかったら悪いのは誰か分かってますね。じゃあこれ終わってください。で皆さん、これから3分間、最後のファイヤー3分頑張るんですけど、この3分間で僕が14年間で身につけた大道芸ファイヤーの技を全部やります。この3分間に全部重要なことになってますから見てください。ただ一つだけ申し訳ない話があって、14年間で身につけた技を全部連続で行うと1分ほどで終わります。ただ去年の夏からずっとチャレンジしてるんですけど、連続と体力が全く続かないんですよ。だから普通のお手玉で休憩しながら技を挟みます。お手玉技、お手玉技です。で真ん中あたりでみんなから見ても分かりやすいぐらい普通のお手玉が長く続くシーンがあります。そこが一番疲れてるところです。そここそ温かい拍手をお願いします。僕もいずれはみんなに1分で見せられるように今一生懸命頑張ってます。もう炭水化物を抜いています。じゃあ行こう。で、だいぶ人が増えますと3分、このファイヤーの部分だけ全員にちゃんと見ていただきたいんです。みんな見えますか？よかったら全員ここ腰落として見てもらえたら、膝や腰が悪い人以外の方が痛いので、みんなが腰落としたら後ろの方結構背伸びとか肩が見づらい状況だったんで、みんなが腰落としても全員の見合わせでよろしくお願いいたします。じゃあ、おりさん、本番が始まります。全員座らないと始まんないですよ。膝や腰が悪い人はそのまま大丈夫です。で、同じ方は後ろに座っているので、ちょっと順番変わったけどみんなが見やすくなるんで、ありがとうございます。じゃあ行こう。で、後ろ立っている人も少し前についてください。俺隙間嫌いなんで、俺小学校の時に隙間で嫌な思い出があるんですよ。俺自分で上にだんだん机の隙間がだんだん広がっていったんです。俺動かしてないのに。俺こういうふうに小学校6年間で上巻きを買った回数は誰にも負けません。そっちも座ってみたらいいさ。じゃあ行こうぜ。さっき投げちゃったんですけど、本番は火がついて危ないです。必ず合図で投げてください。合図はごく簡単です。合図ははい、簡単でしょ。で、手高くですよね。よし、で風が吹くと危ないので、投げる瞬間合図のハイまではこの位置でお願いします。ハイで手を下げて投げてください。ふわっとね。
も出たよ。びっくりした。普通にボール立ってた。嘘嘘、今のじゃ分かりづらい。僕も入っていこう。今の人笑いが取れたら OK だよ。何を隠そう、曲も違うから。さあ皆さん、ここに向けて僕らですよ。3、2、1、はい、バッチリです。ありがとうございます。皆さん、お兄さんに大きな勝利さん、どうもありがとうございました。じゃあ行こう。今日お手伸ばしながらいろいろな技を、マスター1回というからですが、2回転から2回転連続でやると拍手も大きくなります。今日はみんなからもっと大きな拍手をして、クライマックス3回転いけるかな。3本一緒に、そしてクライマックスは足の下をくぐるような、くぐらないような、くぐります。みんな僕も頑張るから、みんなももっと頑張って、そしてみんなから拍手もいない、拍手のポイント、アイメインキャッチ、背中の後ろ見えないところでキャッチです。スナッチと一番大きな拍手を、あれ、そして大技いこう。高速回転、回転が速くなります。もっと大きくお願いします。対応しております。ウソウソ、出しに行く、あれです。右手に強くバトン、みんな見てるならもっと大きくお願いします。そして炎の動きが変わります。2本と1本、スイン1本、動きが変わる。大きな拍手が1つもいる。そして次は最後の技となりました、サラテチョップ。夏から連続でやればずっと挑戦してるんですけど、一回も見せずにできたのがまだ一回しかないんですよ。今日やりきそうみたいなことは一回だけ失敗しました。これ15年やってても下手くそなんで、まだまだこんな感じです。でもだからこそ俺大道具続けられるし、目指せるなと思います。みんなとどっかで次に会った時に、俺は一歩でも前に進んでるように頑張るから、また見かけたら遊びに来てください。ただ完璧にないものでもあればすげえ悔しいので、